皆さんこんにちは、メルクリンです。今日はワンピースのスクラッチを買ってみました。で、出たのは2件だけです。で、ワンピースのスクラッチ5枚買うとこちらが1枚もらえます。で、これを開けていきたいと思います。そのランのワンピースのオリジナルステッカーが出るか楽しみください。1枚目開けます。こんにちは。占いですか？はい、ちょっとお待ちください。今日実はイベントなんで、イベント途中でお客さん来てしまいました。1枚目開けます。じゃーん、お、フランキー、フランスキーって書いてあるかな。フランキー1枚目、次2枚目いきます。2枚目は誰ですか？あ、ゾロ十郎、ゾロ十郎です。何のつもり？3枚目、おお、麦わらの一味出ました。これなんだっけ、なんとかキラキラになってます。分かるかしら、キラキラになってます。麦わらの一味、3枚目、こんだけ買ったんですよ。それなら200円の方に買っただけなんです。あー、今日買います、お願いします。次です。あ、ロビさん、ロビさんもキラキラじゃないね、ロビさん。今のとこ1枚も同じものでないです。ありがたいです。次2です。いけます。あ、4枚も、ロビさんかわいい。これが欲しくて買ったんだけど、チョパイモンの次、ね、チョパイモンの次、2枚目おロビさんです。おロビさん好きだからいいです。2枚目おロビさん、全部で何枚なのかな。3枚目おロビさん、3枚目ともなってくるとちょっと、ロビさん3枚、ロビさん3枚と、うなぎさん出ました。ありがとうございます。以上です。さて、うなぎさんが1枚、ロビさんが3枚、うわー、1枚ですね。ゾロの助、ゾロ十郎と、フラノスケ、フラノ十郎、フラノスケ、ね、こんだけステッカー出ました。何に貼ろうかな、楽しみだな。はい、以上です。今ちょっと、ね、キラキラなんだっけ、キラキラだからさ、キラキラになっている。今どんなのがあるかね、タバコ屋さん見に行ってきます。これが出たよ、キラキラステッカー。何なんですか、キラキラ。なんかね、あのレア物、おロビさんが2枚出ちゃったんだけど、どうしたらいい。ほら、ね、キラキラステッカー出ました。あと1、2、3、4人出ない、あと4人いないです。なんだかわかんない。ありがとう。じゃーん、これレア物だった、すごい。レア出たんだけど、あともうちょっと何人かいないんで、もうちょっと頑張りたいと思います。